はい、どうも、あやたろです。今日はですね、こんなものを買ってきたので、飲んでいきたいと思いまーす。コカレロっていうお酒なんですけど、皆さん知ってますかね？まあ、いろんな今 YouTuber さんがやってるんですけども、今回ちょっとあやたろはこれを飲みたくて購入してまいりました。で、ね、どんなお酒かっていうと、なんていうの、まあ、テキーラとかジンとかみたいなショットで飲むようなお酒になるんですが、こんな可愛い緑色な色してるんですけど、度数は 29%。垂れてしまいます。なんだ？急に今。下に携帯あるんだよ。どうした今。なんか下の携帯踏んでるんだよ。シリが起動した。どうした？まさか携帯を押してたんですけど、まあびっくりしたわ今。照れてしまいます。お酒 29% って言ったら照れてしまいましたけど。個数は 29% で、まあ基本的にはショットで飲むんですけど、まあレッドブルーとかね割ったら美味しいということで。成分がですね、なんとまあ、コカインの麻薬成分を、だけを抜いた、まあ、合法なお酒なんですけど、まあ、コカの花のかな？コカの根っこ？ちょっと僕も詳しくわかんないんですけど、まあ、まあ、麻薬成分入ってないんで、合法なお酒なので。ということで、今から、飲んでいきたいと思います。ちょっとお友達が今、一人と、美穂さんが来てますので、みんなで手を消して飲んでいきたいと思います。行くぜー！はい、では早速中身を開けていきたいと思います。ちょっと僕も初めてなんでね。なんかこれスターターセットっていうのかな、いろんなグラスっていうのかな、ショットグラスっていうのかな、もうセットになってるらしいんで開けていきたいと思います。すげえ。やばい、入ってる。めっちゃかっこいい。グラス、ショットグラス2つにコカレロ1本パーフレット。あ、コカレロとはっていう説明書いてあるわ。コカの葉だね。コカの葉を使用したリキュールらしいです。高級リキュールだって。最高品質のハーブしか使用しない高級リキュールらしいので、美味しく飲んでいきたいと思います。ということで、今回はレッドブルーも買ってきたんで、コカボムっていう割り方、このショットのこっちにレッドブルー入れて、で、上にコカレロを入れるっていう飲み方、コカボムっていうらしいんですけど、その飲み方にちょっと今回は飲んでいきたいと思います。ということで、後ろにいる人たちを、こちらに来なさい。来なさい。そんな冷たい目で見ないで。みんなで飲もう。いっぱいだけ飲もう、とりあえず。飲もう飲もう。握力舐めんな、俺の。はい、ってことで、みほさん登場でーす。マイボール。とりあえず2個しかグラスがないから、コカボム、コカボムからいくか。そう、半分ぐらい映ってるから、ね、こんなの寝れなくなるんじゃない？元気な撮影時間結構遅いもん。どうしちゃった？できる？よいしょ。これ映る？肌白い。何見せられてるの？俺らがね、先陣切って飲むからめっちゃ鼻いじりながらだけど見ててくれ、俺らの優勝。ガボガボ入ってくるのかな？怖いんだけど、もうとりあえず味わかんないけど一気にクイッて言っていっぱい。ルメッサーン、ルメッサーン。あー、匂いすごい。すげえな、お前。あのね、一気に飲みすぎて味がよくわかんない。うまくね？うまいね、でも。ちょっと、味わって飲もうか。でもね、来る。これ来るやつだ。来る。ちょっと味わって飲もう、味わって。次、ミッキーの、と、サンチュレ。味わって飲もう。まあ、でもね、確かに薬っぽいね、味が。ちょっと冷やしときたかった。これ冷やすもんじゃないでしょ、冷やさない。多分、冷やさないと思う。じゃあ、俺が、ミホさんのために。薬っぽいね、確かに、味が。はい、はい、はい、今日初めて会うけど。そうだ。あのね、躊躇すると上がコカレロだから、一気に飲んだらレッドブルーが来る。なんだろう、ちょびちょび飲んだらコカレロだけしか来ない。なんだろうね。そうやって飲んだらまずいって。ここがレッドブルーだから、コカレロだけ飲んだ。コカレロだけ飲んだ。どう、そんな甘くないんだね。ごちそうさまでーす。しし、これ頑張ろうよ。涙出てんじゃん。決まるね、決まるね、決まるね。いやいや、あなたそんな飲んでない。これだけしか飲んでない。決まるねとかいう表現がもうね、たぶんね、YouTube 側からしたらね、うん、アウト。あ、は
警告来ちゃうから多分。マジで知らないけど捕まるやつ。なんつうかもしれない。なんか酔うまで俺飲みたくないんだけど、これなんかこれやんなくていい。あ、やってく。どうもどうも、あゆ太郎でーす。レクションベイベー。